ではここからはグリーン上のマナーについて、はい、あのいろいろ聞いていきたいと思います。はい、ボールマーク、まあ、よくグリーンにつくと思うんですけど、まあ、グリーンフォークっていろんな形があって、まあ、これフォークじゃないんですけど、ね、いいですね。これで直すのは違反ですか？違反ではないです。ただまあマナー的にはフォークのが綺麗にはなりやすいかもしれないですね。はい、でもティーも全然違反ではないので、綺麗にならせれば全然ティーでも大丈夫です。はい、じゃあちょっと早速ね、伊能さんに正しいボールマークの直し方やってもらいたいと思います。はいはい、これわかるかな？こちらのボールマークになります。いけますか？はい。これはですね、まずこのへこんだところの周りを刺して内側に持ってきます。こうじゃないんですよね。こうはダメですね。こうだと根っこが全部、よくフォークってこういう形してるから、はい、こうねやりたがる、なんかやりたいなみたいな。そうやりたがるんですけど、必ずこれをして内側ですね。いいですか？こっちこの内側にこう寄せてってあげてください。これ一周、これそうですね、こう周りをこう寄せてってあげます、はい、でこう寄せたらばパターとかこういうのでトン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 、お綺麗になった。どうでしょう？完璧。こんな感じになります。はい、これが例えばじゃあ心ちゃんスパイクでポンポンって踏んでみてください。はい、あほらなんかこうやって、わかる？穴がいっぱい開きました。はい、残りますね。はい、なのでできたらそのウェッジの平らなとことかパターの平らなところで本当はこう綺麗に平らにこうしてあげた方が、あ全然違いますね。全然違いますね。はい、みんな結構こう鳴らしてでこう行っちゃうんですけど、同じ鳴らすならこういうパターとかでこう平らにしてあげた方がいいです。ちょっとじゃあ一本タイプで、はい、やってみよう。はい、やってみましょう。まず伊能さんに教えてもらった通り、はい、こう、はい、こうちょっとこう斜めにこう斜めにこう入れてあげ てちょっとこう、はい、もうそれで大丈夫かな。本当だ、斜めに入れた方がなんかグッと寄る、で、はい、トン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 、あら綺麗、綺麗、いいじゃないですか。いいじゃないですか、いいじゃないですか。あ、1本でも全然いけますね。わ、はい、からないぐらいになるでしょう、うんうん、そう。じゃ次 T、 はい、1本のと結局一緒だから。そうですよね、うん、これと、まあ、ちょっと角度がなかったりするす、ね、そう、このこういう部分がちょっとないぐらいなので、うん、でもこういう丸いものもありますもんね、さっき伊能さんが持って。ほぼ変わらない、一緒かなっていう感じですね、うんうん、じゃあこれでちょっと伊能さんにこっちでいきます、はい、T でいきます、はいはい、じゃあこれ T もなるべく斜め、こう刺しちゃうと寄せられないので、ちょっと斜めに入れてこう少し斜めに入れて寄せてあげる、うんうんうん、斜めに入れて寄せてあげる、うん、そうするともうここだいぶ盛り上がってきたでしょ。そう、じゃあそれをこれで、おお、となると綺麗、2本タイプでも1本タイプでも、はい、T でもどれでも綺麗に直せましたので、はい、皆さんぜひあのボールマークも気がついたら直してあげてください。お願いします。お願いします。あー、ちょっと距離残っちゃったね。ちょっと距離残っちゃいましたね。そうすると、ほらほら、もう後ろの組が来てる。本当だ、ね、来てると、はい、みんな終わるの待って戻るの大変じゃないですか。大変です。大変ですね。またこれ遅くなっちゃいます。遅くなっちゃいますね、はい、これプレイファーストするためにはです。今パターを打ちましたね、はい、あそこまで寄せました、はい、あのクラブを持っていきましょう。あ、持っていく、はい、なるほどなるほど。今他の人が打ってる間に、そう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 、なるほどね、うん、自分も楽しながらプレーをした方がいいし、例えば、うん、これもでも近くてボールマーク先にしなきゃいけない時とかどうしたらいいですか？まあ、キャディーさんいればマークしてくれると思うんだけど、うんうんうん、セルフプレーの時は、はい、あのもうクラブを先に取りに行った方がいいと思う。時間的にも、うん、もうちょっとクラブ取りに行ってからマークしますぐらい一言言って、うんうん、一言、うん、じゃあクラブ持って持って行ってマークして、マークします、うん、
そうで、このクラブをこっち側に次に、そう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 、こっち側も帰る方の、そう帰る方の、帰る方に置く、はい、だなるべくホールアウトをしたらそのままこうスムーズに次のホールに行きたいので、できれば皆さんアプローチをしたクラブは次のホールに行く近くのグリーン外に、グリーン外に、外に置く、置く、これそう絶対大事なんで、これ本当にプレー早くなりますですよね、うん、で後ろにも迷惑かけないですし、うん、まあ、一緒に回ってる人たちも、うん、まあ、ゆっくりできるんで、そう、もしくはどうしてもやっぱり他のプレーの人が気になるんだったら、マークをして他の人がプレーしてる間にもう取りに行く、まあ、でもどっちにしても取りに行った方がいい、ね、そう取りに行った方が、最後に行くのはないよ、そうみんな自分が終わってから取りに行くのはない、まあないというか避けた方がいい、はい、うん、以上です、以上です、じゃあココロちゃんいいよ次、はい、私の番ですね、はい、私の番なんでちょっと LINE 読んで、あ、どうぞ、でも今普通に LINE 読んでただけですよ。でも次に心ちゃんの番っていうのは分かってるわけじゃない？分かってます。そしたら他の人たちがパターをこうしてる時にある程度人の邪魔にならないところで LINE を先に読んどいた方がいいです。そうですね、うん、もう時間いっぱいありましたもんね、きっと今私が打つまでの間に、うん、まあ、3人いたら3人分の時間があるから、あるわけでしょ、そう、番の番になったらもうあとはこうちょっと後ろからこうラインを読んで再確認ぐらい、そう再確認ぐらいだなって思ってこうちょっとこう素振りをして、でもううちに入るっていうぐらいの方がいいかな、うん、はい、はい、これ大事なんで皆さん、大事なんで自分の番になってから読むんじゃなくて先に読んどいて、はい、自分の番になってからもうあの本当ちょっと確認をして確認してもうサッと打つと、はい、それがプレイファーストにつながります。はい、まあ、よく、まあ、先にもうパットが入ったら、はい、抜くじゃないですか、うん、これって、まあ、セルフの場合なんですけど、うん、まずこの場合ですよ、うん、どこに置くのが正しいですか。これはできたらグリーンの外、外、うん、はい、に置くのが正しいです。位置は、位置はあっちなのかこっちなのか、ピンカップに近いところでいいと思うんだけど、はい、こういうところに置いた時に一緒に回ってる人がパターを向こうから打つっていうと、うん、このピン邪魔になるじゃん。試合の、まあ、試合の時はみんな持ってるけど、できたらみんなのラインの邪魔にならない範囲の近いところ、ここ近いところにこう置いといてあげたら、まあ、ここだったらさっきここから打つ人とここから打つ人がいても邪魔じゃないですね、うん、気にならないでしょ、うん、視界にやっぱあんまりあんまり入らない方がそのエチケットというかマナー的にはね、うん、本人たちもみんなで回ってる人たちがみんな気にならないんだったら全然いいけど、できたらグリーン上にみんなボーンって置く人いますけど、よりはグリーンの外に置いてあげるのが、はい、みんなの目線になおかつ入らないところに置くのが20丸、うん、正しい持ち方というかってあるんですか。いや正しい持ち方は特にないです、うん、ただ一つだけもし気をつけるとするならば、うん、この旗の部分が今日は無風なのでこうやって持ってても旗パタパタしませんよね。しないです。でも強風、強風、風がすごい吹いてる時にうーんってなるじゃないですか。なるなるなる。これ自分パターする時結構耳障りじゃない、うんうんうん、だから風が吹いてる時とかはなるべくこの旗を押さえてあげてた方がいい。あ、じゃあ、うん、下なんかこうやって持っててあげると楽ちんかな。こうとか、うん、あ、こっちだと意外とこっちちょっとかっついてる。こうやって持つと意外とこっち重くて、あ、重いです、持ちにくいの。よくある。これはダメなんですか。大丈夫だよ。これそれグリーン上でやったら
るちょっとマナー的によろしくないですけど、うん、外だったら大丈夫。そうそう、これで押せるのもあり、はい、で手で持ってこうやってやってるのも、OK、もあり、うん、横でこうやってここでもうしてる、うん、特にこのこれはそれでもいいんだよ。これもあり、うん、グリーンの中で持つんだったらなるべくつかないように、つかないように、うん、こういうところがこうやってついてたりこうやってついてたりあんまりしないように持ってあげるのがグリーン上はマナー的にはいいですね。はい、うん、以上これが旗の持ち方です。はい、持ち方です、はい、さっきあの、まあ、グリーンのいろんなことやってもらったんですけど、はいはいはい、視聴者からの質問で、うん、グリーンの読み方のコツ、コツコツコツか、うん、コツというよりなんかみんなアマチュアの人たちは本当にそのボールの後ろだけを見たりとか、うん、そのボールの反対側だけを見たりとか、うん、その2点を見る人が多いんだけれど、実はグリーンの傾斜全体とかその全体傾斜が実はこっちの山から本当はこうやってきてるとかいうのがあるので、本当は4方向から見るのが一番いいかな。ボールを挟んで自分の自分カップがあって自分のボールがあります。もちろん後ろからも見るし、この前からも見るし、あとはこの横からグリーンの傾斜がどうなってるのかっていうのは見てほしいかなって思います。意外とこう上りか下りかってこう微妙に分かんなかったりしたりする。なんか反対行ってみるとあれ違ったなとか結構ありますもんね。そう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 、回ってる間にあこっちの山意外に高いんだな。そうそうそう、歩いてみないと分かんなかったりとかするからが、まあここを見て、もう一個はまあどっちかの横から見て、うん、ピンとボールの間の傾斜が上ってるのか下ってるのか平らなのか、だそういうのを見ると自分の中で、あ自分が想像してたよりもあ意外と傾斜上ってんだなって思えばちょっとしっかり打てるようになるし。伊野さんはその今片岡さんのプロキャディされてて、はい、その選手に合ったラインでやっぱいいんです か、うん、なんかあるじゃないですか、タッチっていうか、うん、深く読む浅く読むってあると思うんですけど、なんかその時は どういうなんですかね、そのカップに対してどうやってボールを入れていきたいかによって読むラインって変わってくると思うので、うんうん、しっかり打ちたいのかこうどっちかというとカップにジャストタッチでこう入れたいの か、もうこうやって入れていきたいんだったらこういうラインを読まなきゃいけないけど、しっかり打つんだったらもうこのカップの内側でいいよねみたいな。じゃあそこはちょっと話し合ってみたいな。話し合って、あじゃあそこってことは結構強気でいくんだなみたいな。そう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 、うん、なるほどね、うん、それがグリーンを読むコツです、はい、なんでまあ一周ねぐるりと回るのがおすすめですよ。ぐるりと回って、はい、あとはまあグリーンからこう手前からこうグリーンに上がっていくときにちょっとこう全体傾斜というかグリーンの全体傾斜を見てあげたりとかするといいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。